宗教での最大の問題は、大衆、その神派。とにかく前にいる奴は敵だ。程度、その愚者に対しても意外と協力的だ。ということだ。神の悪魔的な一面ではある。もちろん、王法は彼らに対しても適当に起こる。前にいる存在は常にそれと戦い、あるいは危機感と共に期待され勝つ、わけだ。何かの漫画としては面白いと言うべき？愛すべき悪役、というのも物語にはつきもので、今もまだ、それはそんな創作の中？しかし、あるいはその、愛すべき悪役、というのがあの飯塚容疑者か、もしくはセブンペイの社長、そんな絵、かも。二段階認証は入れてなかったんですか？何ですかそれは、的な、自社のシステム構造にまでは、理解がない。あるいはそこにいるだけの、何かの上位。負けていく悪役としては、それは適当な結末なのか。